はい、どうも皆さんこんにちは、ゆうじゃく代表の佐藤です。本日は私は夫婦キャンプ兼グループキャンプということで、現在観光農園オートキャンプ場道志村のキャンプ場さんの方に来ております。はい、そんなわけで本編動画まだね見ていない方に関しては、はい、この辺に動画を貼っておきたいと思いますので、最初にね動画を見ていただきたいなというふうに思うんですけれども、それでは本日もサイトコーデ紹介早速やっていきたいと思います。それではスタート。はい、そんなわけで早速始めていきたいと思います。本日、一番ねちょっと紹介したいものは今後ろに見えているこちらでございます。こちらねパッドミーサーペント TC テントかと思いきや実は違いまして、現在、水面下で進めておりますサーペント LT テント、通称サーペントライトテントっていうものの開発をですね、現在行っております。はい、生地ナイロンのリップストップシルバーコーティング生地っていうものを使用したキャンプツーリングもしくは徒歩キャンプなどに使用できるぐらいコンパクトにしたモデルのサーペントテントですね。こちらを新バリエーションとして今現状開発しているわけなんですが、その一発目のサンプル品ね、今日は持ってきて実際にキャンプで使用してみました。正直今回のキャンプで初張りだったので、サイズ感の確認だったり、あとはねあの細かい仕様の確認だったりっていうところをやっていくんですけれども、まずはねそのあたりから実際にご紹介していきたいと思います。はい、そんなわけでこちらがサーペント LT テントになるんですけれども、現状見てお分かりの通りロゴもね何も入っていない形となっております。で一番ちょっと重要な部分なんですが、パッと見て違い分かりますかね。これねあのポールなんですよ。ポールがね外枠のアウターフレームに変わってるんですよね。なので内側をこう見ると本来だったら Y 字ポールがねここに1本入って上で分岐してこうね入っているはずなんですが、それがない。なのでかなり中のその空間がですね広々とシームレスにつながっているといった感じでございます。ワンポールがある状況とない状況でいうと、どっちにもねメリットデメリットが正直あるんですが、今回初めての試みということでこのポールの構造というのを、ちょっとねテストしている感じですね。はい、ポールはこういう感じでハトメから伸びてきて、クリップを使って、上部トップスリーブに入ってですね反対側も同様に入っているという感じで、耐風性能は多分結構ね高くなってるんじゃないかなというふうに思います。はい、ただポールの外周全部反ってますんで、その分ちょっと重量が増してしまっているというところがデメリットでしょうか。設営自体もねワンポールで立ち上げる方が全然簡単かなっていうふうに思います。はい、でサーペント TC テント今奥にちょっとね見えているんですが、過去にも紹介している動画があるのでそちらもね見ながら比較していただきたいんですが、後ろから見るとモロにサーペント TC テントです。後ろ側のこの立ち上がり部分っていうのがありまして、はい、サーペント TC テントよりもですね実はこの立ち上がり自体っていうのは実はね大きく今回取っております。なんでかっていうとその分全長がね少し短くなってるんですよ。はい、わずかに短くなっているので立ち上がりをですね少し大きく取ってあげないと後ろ側がね、足が当たっちゃったりとかする恐れがあったので、全長が短くなった分少し立ち上げを大きくしているという感じでございます。そうなんですが、実際ねこちらのテントの最大の問題といっても過言ではなかったんですが、サイズ感がね実はねめちゃめちゃ大きく作りすぎましたね。はい、私のイメージだとこちらのテントに関してはもっとコンパクトに本当に一人向けのテントになってくる予定だったんですが、思いのほかですね、はい、思いのほか中が広かったためにですね、はい、ご覧の通り弊社の何年リクライニングローチェア、これ結構ね大きいチェアなんですが2台並べても余裕があるという状態、余裕があるというかちょうどいいぐらいですね。本当にサーペント TC テントと全室のサイズ感っていうのはほぼ一緒っていう感じになっているので、じゃあどこが LT で小さくなったのかっていうと高さなんですよ。高さ、はい、これね高さがちょうど2メートルになっていまして、インナーのサイズで175とか180ぐらいなんですよね。なので上の方にすごいね手が届きやすくなりました。はい、もうこんな感じで余裕でね上の方に手が届くので、身長の低い方とかでも以前のサーペントと比べると非常にね使いやすくはなったのかなというふうに思います。はい、当然中で立っても私身長172センチなんですが真ん中はね全然頭が当たるような感じはしません。
この前室側に関してもぴったりね、あの180センチぐらいになってますので、まあ、175センチぐらいですね、私がもうまっすぐに立っても、接触するようなことはないですね。でインナーテントに関しては20センチぐらい下がりますので、はい、中に入るとこういう感じですね。まあ頭は当たらないんで、あの立って着替えができるほどに広いというところはオリジナルサーペントバージョンおよびサーペント TC と比較しても、まあ遜色ないぐらいの広さですね。でインナーがめちゃめちゃ広い、これもあの大きすぎましたね。はい、こう足を伸ばした状態でよいしょ、横になってもまだこれだけ上下にゆとりがあります。下も30センチ以上ゆとりがあって、上もね約2、30センチぐらいですか、余裕がある状況なのでかなり広いですね。はい、で横ももう人が3人頑張れば寝れるぐらいのサイズ感に仕上がっちゃってるんで、これだとねちょっと大きすぎるっていうのが今のところ最大の問題です。ただ収納サイズと最終的な総重量に関しては、オリジナルのねサーペントテントよりもあの小さくなっているというところで、まあポールも全て意識合わせての話なんですが、その点においてはものすごくですね傾向性が上がっているなというね印象でございます。あとなんといっても今回シルバーコーティングを施した、ナイロンリップストップ生地で、インナーに関してもナイロンの黒生地を使用しているということで、遮光性能がねものすごく高くなりましたね。はい、特にインナーに至っては締め切るとですね中がかなり暗くなります。まあ、いい面と悪い面両方あるんですが、遮光性といった面では、真夏の太陽をですねあの遮ってくれますし、高さがある分ベンチレーション効率も良くなってくるので、オリジナルのサーペントテントと比較してもかなり過ごしやすいテントになってくると思います。むしろ今のこの形っていうのをあのサーペントテント2ということでオリジナルサーペントと置き換えてもいいんじゃないかっていうぐらい快適性能は高いし、傾向性も優れているというところで、高機能なナイロン生地を使用しているということで単価はねだいぶ変わってきてしまう可能性はあるんですが、それにしてもこの機能性はね、非常に素晴らしいですね。はい、で表面はシリコン浸透コーティングもされておりますので、引き裂き強度も高いというね、そういった生地になってます。意外とね高さのバランスもちょうどいいですね。背がちょっと低くなった分耐風性能も当然上がってくるので、そういった点から見てもかなりあのいろいろと性能的な部分が向上しているし、デザイン性もですね結構いいのかなという感じですね。あとデッドスペースがやっぱりあの以前のサーペントと比較すると全くないという感じでございます。はい、で、まあ、色味に関してはこれたまたまあの在庫のあったこの生地の性能でたまたま在庫のあった生地のカラーをそのまま流用しているだけでございますので、まあ、結構ねあの今 GoPro のフラットカラーで撮影してるんで見たまんまの色になってるんですが、落ち着いた紺色な感じで、結構個人的には好きな色です。はい、ただ実際の製品版でこの色を採用するかどうかっていうのはまた微妙なところでございますので、まあ、今後サンプルとしてこれをね、使っていくケースっていうのはあるかなというふうには思うんですが、実際の製品版ではまあ、別のカラーになる可能性もね、高いですね。サイドベンチレーションだったりトップのベンチレーションだったり、そのあたりの機能性っていうところは一緒ですね。はい、そんなわけでこちらのサーペント LT テントなんですが、まあ、全体的なサイズ感が、まあ、まず基本として大きすぎるというところがありますので、まあ、高さをはあと多分ね10センチぐらいは落としたいなっていうところ、まだ内部のね天井の部分ゆとりがあったのでだいたい10センチぐらい落として、あとは全体的にですねもうちょっとこうキュッとですね二回りぐらい小さくするかもしれません。まあ、ちょっとねサイズ感に関しては実際に作って立ててみないとこれだっていう状況がわからないので、まあ、基本ねやっぱり徒歩とかキャンツーとかをメインにするテントであればそんなにね、サイズ感大きさとかっていうのはいらないと思いますが、中でね立って歩けるぐらいの高さっていうのはサーペントテントの特徴でございますので、こういった特徴的な部分っていうのは据え置いて、このままコンパクト性能に特化していくといったモデルになるかなというふうに思います。ちなみに言うとサーペント LT テントの次にサーペント UL テントっていうねさらにコンパクト性能さらに生地を、薄くですね、したものとかっていうものの構想もあるんですが、かなりマニアックなテントになってしまう可能性もあったので、まあ、この LT テントがもしねうまく完成することができたら、
軽量系のキャンパーにとっては快適かつソロ仕様においての最強テントの称号をねそのまま引き継ぐ、テントになるのかなというふうにも感じます。はい、あと今回はサイトコーデということで細かい今新製品関係もあるのでそちらも少し紹介していきたいと思います。はい、まずこちらパッと見てお気づきいただいた方もいると思うんですがまずこの下に敷いているレジャーシートですね。これ実は弊社で今現在新しくデザインゼロからですね行いましたレジャーシートのエジプト柄になっております。ナバホ柄っていうね商品が今はいこの辺に画像を出しておきたいと思うんですが人気商品ということで今現在でも毎日のようにかなり売れている商品があるんですが今回その新しい新色新柄バージョンということでこちらエジプトのデザインを作ってみました。はい、まあ、ナバホとかですねこういうネイティブ柄ですね。はい、こういったものに関しては、まあ、ネイティブ柄とかオルテガ柄とかっていうのはこういうねマット系だとあったりとかしますがちょうどあの中に引いてあるようなものですよね。ああいったものとかっていうのはあったりしますがエジプト柄っていうのはマジでないというか、まあ、まずあの市場を見渡しても存在しないものだと思いますのでかなりね面白い柄になってます。この周り実はあのヒエログリフって言って、まあ、古代文字の古代象形文字ですよね。で本当に意味をなした形で実は入れてたりとかしますので興味のある方はねぜひあの解読してみると面白いかなっていうふうに思います。まあ、完全オリジナルの柄なんで、はい、ここにこういう有尺のロゴとかが実はさりげなく入ってたりね、あとは山羊がいたりとかですね、そういう感じで入ってますんでこちらもまた近々新発売することができると思います。あとは現在新しく発売中の、キッチンテーブルですね。まあ、正式名称コンパクトフルメッシュキッチンテーブルになるんですけれどもこちらも今回ね、製品版を持ってきて使用しております。まあ、詳しい紹介動画に関してはこちら動画ね貼っておきたいと思いますのでこちら見ていただければと思うんですが今回はね2バーナー持ってきておりませんので台の方をクーラーボックススタンドとして活用して朝ごはんね食べる時に関してはこれ分離してですねこっち側に持ってきてこの上で調理なんていうのをすると、まあ、他にテーブルがいらないぐらいかなり快適な環境で食事をですね楽しむことができました。まあ、細かいギミックもねいっぱいついてますんでランタンスタンドとかハンガークリップとかですねあとはまあタオル掛けとかキッチンペーパーホルダーとかですねそういった多種多様なギミックとあとは今ご覧の通りですねこの何年リクライニングローチェアに合わせた高さでロースタイルでセットアップを行ってるんですがこれをさらにねグランドスタイルお座敷スタイルとして下げることもできますし、上げることもできるっていうねハイスタイルバーベキューユースですよね。そういった形でも使用することができるかなり万能なキッチンテーブル、しかもカラーもね落ち着いたブラックカラーということでどんなサイトにも馴染みますので、まあよくあるね、グリーン系のものとかそういったものとかと比較すると使い勝手だったりあとはそのおしゃれ感だったりっていったところはもうお墨付きと言ってもよろしいのではないでしょうか。ちなみに、サーペント LT サンプルテントの中はこんな感じですね。今マットをですねこれ実はオリジナルサーペントテントのマットそのまま実は入れたんですけどほぼほぼフィット感めっちゃいい感じですね。わずかにここが3、4センチぐらい上がっているだけでこっちも一緒ですね。はい、かなりサイズ感としてはいい感じです。まあ、ポケットとかもついてたりね中央にランタンフックがついてたりとかですね。あとは大型ベンチレーション左右に2箇所ねついてますんで一泊してみたんですけどこのサイズ感はこのサイズ感で2人でこうね夫婦キャンプする上ではサーペント TC ほど雨とかに気を使う必要もないですし、まあ、濡れても薄いナイロン生地なんで乾かしやすいですし、まあ、火に対する耐火性、耐熱性に関してはこれだけはね気をつけていただく必要はあるんですけれども、まあ、今日みたいに、まあ、雨模様な日とかですねそういった日に使用するべきテントの選択肢としてはものすごくですね、使い勝手がいいテントだったなというふうに感じます。あと1個言うの忘れてたんですけどこちらのテント実は今アウターフレーム仕様なんですが実はですねこれハイブリッド仕様になってましてここね内側の補強は従来通り実は残してあるんですよ。ってことはどういうことかというとこちらのテントはワンポールでも立ち上げを行うことができるということになります。はい、まあ、つまり既存のあの Y 字ポールですね天井の幅一緒なのでオリジナルサーペントないしサーペント TC 持ってる人は一応合うようにポールの長さがですね合うように設計する予定になっておりますのでやっぱりワンポールの立ち上げが気に入っている方は、まあ、別オプションポールとかも多分販売すると思いますので、そういったものをね購入していただいて、立ち上げを行っていただくというのもいいと思いますし、ポール邪魔だったよっていう方に関してはこうねアウターフレームで立ち上げることができるっていう、まあ、どちらの方法でもですね、立ち上げることができると思います今後ね。はい、
っていうところもいろいろと踏まえて考えると、このテントねかなり優秀です。はい、めちゃくちゃ優秀です。おそらくは今後これを原型として、まあ、新カラーラインナップも含めてですね、オリジナルサーペントテント2に関してはこのサイズ感で、まあ、ちょっと出してもいいかなっていうふうに思ってますし、サーペント LT テントに関してはこのままもう二回りぐらい小さくしてソロに特化して、蛍光性もね意識したものに、ちょっと仕上げていきたいなというふうに思います。まあ、ちょっとね具体的な重量とかに関しては現時点での言及は避けておきたいなというふうに思いますけれども、まあ、目安としてまあ、3キロ台から、できれば5キロ未満ですね。はい、まあ、フルフルで見積もってます。あのフレームも入ってますし、インナーテントも入ってますし、キャノピーポールとかも全てフルフルで込み込みで、だいたい5キロ未満、できれば3キロ台とかに思いっきりね重量を削減して作り込んでいきたいなというふうにも考えております。はい、まあ、UL テントとかになってくるとね、本当は2キロ台とかそのぐらいが実現できると、まあ、最高にいいんでしょうけど、この高さを見るともう第2マとかそういうね、あのめちゃめちゃ薄くて登山用のハイテクな生地を使わなければいけなくなっちゃったりとかもしますんで、まあ、あと透水性の問題とかね、まあ、いろいろ出てきますよね。遮光性もそうですし、はい、まあ、そのあたりも全てバランスを考えながらですね、製品化を進めていきたいなというふうに考えております。はい、そんなわけで今日はこちらね、次期サーペント LT テントのサンプルのご紹介をやらせていただきました。まだまだですね、開発には時間を要するテントになってくるとは思いますけれども、まあ、こんなものもですね、作っているよということで、ぜひご参考までに覚えておいてください。そんな感じで本日の動画は以上となります。本日の動画が参考になったという方はぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録まだお済みでない方は右下の赤いボタンからチャンネル登録していただきまして、その場で通知設定もオンにしておいてください。あとはすましてこちらですね、ほい、 Twitter、Instagram、YouJackの公式 LINE やっておりますので、こちらも合わせてフォローよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。まあ、多少ね改善した方がいいところもあるといえばあるんですけども、このままの形でリリースしてもこれね本当にめちゃめちゃ快適なんで、はい、いやーちょっと作りたいですね。非常にねサイズ感が本当に夫婦キャンプする上では最高のサイズ感で、サーペント TC と比較したらめちゃめちゃ軽いんでね、すごい気に入りました。まあ、続報に期待しておいてください。